おいっすー、ケレンでーす。今回はシャカトゥ特別商店が来たということで、今ある金貨248万枚を分回していきたいと思います。新円装備がいくつ出るのか、幸運の配列とかね、どんなもんなのか見ていきましょう。それでは早速いってみよう。ってことで早速、分回していきたいと思います。今回分回したいと思うのは、メイン武器。これでね、いこうと思うんですけども、シャカトゥ特別商店。既存に比べ、金貨消費量が10倍になる代わりに、10倍の時短ができるというもの。で、唯一から深淵の装備が獲得できるよと書いてありました。これがシャカトゥ特別商店なんですけども、韓国版のシャカトゥ特別商店のアップデート情報の方には、既存シャカトゥ商店とシャカトゥ特別商店では、黒いオーラ、獲得期待値は同じですと書かれていました。日本版どうなのかなって感じなんですけども、まあそういったもんなんだなと。シャカトゥ特別商店はそういったもんなんだなということで、早速ね、分回していきたいと思います。結構ね、まあ、特別な幸運の配列ってことで、まあこれ分がね、美味しいんじゃないかなっていう。時短ができる上に、幸運の配列の方がこっちの方が美味しいと思うんで、まあそういった期待を持ちつつ、早速ね、分回していきましょう。それではスタート。ペコペコ。連続購入で行きましょうか。いやー、この花火、久しぶりに見ましたね。シャメル。あ、でも早い早い早いっすね早いわ、これ。どう考えても早い。あ、早い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 。金貨なくなるの早いな、これ結構。しかもなんか神話が、本当に、ポコポコ出てる気がするな。早いな、やっぱ絶対早いな、絶対早いな、これ。おい。うわ、消費早いけど。消費早いけど、赤はやっぱ出ないですね、まだ。さすがに。そんなすぐに出んか。これ気になるのが、ちょっと獲得アイテムとか気になるので、ちょっと見ていいですか？あ！もう出てる。もう出てますね。獲得アイテム出てんじゃん、結構。へー。割と出るもんですね。おお、神話装備がやばい。うんうん。支援品とかもう2個とか出てんだ。担当8出てる。お、そんな出るんだ。ロメイン。すげえな。すげえ出るな。神話がすごい。あ、でも消費量がすごいのかな。まあ、でも10倍の時短だから、ちょっと見ていきましょうか。現在ね、20万枚ほど回したところなんですけども、神話は増えてるけども、深淵とかは出てないですね。出てない。うん、出てない。でも、これが増えてるんですよ。追加獲得の方の、やっぱ幸運の配列の方がめっちゃ出てるっぽくて、これ結構こっちだけでお金になりそうですね、だいぶ。うん、これは違うね、あれと。ノーマルと違う。シャカトゥの支援品とかいくらなんだろうな。まあ、気になりますね、結構。そこを見ていきたいな。いや、もう本当に消費量が早いね。現在158。早い。割とまず数分しか経ってないんですけどね。全然早い。こう見ると、しかも、さっきね、確か新なんちゃら出た気がしたんですよね。新。めちゃめちゃ出てんだ、新は。やば。もうわかんないね。どこに行ったかわかんない。グルニル出た気がしたんですけどね。あれ？あれ？あれ？え、どんだけスワイプすればいいの？出すぎ、あ、あった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 。新リベルト。まあ、出ますよね、やっぱり。新リベルトとかは売りたいなぁ。なんか結構、ツイッターとかでよくあるんですけど、全売りシャカトゥみたいなやつがあって、その武器を売っちゃうんですよ。出た武器を全部売るみたいな感じでやってて、それでお金を稼ぐっていう方法もあるみたいで、うん。それも面白いなと思ったんですけど、まあ、闇精霊に食わせるからこそ楽に回せるっていうのがあるんで、僕はま、神話から、売るとしたら神話からぐらいかなって思ってるんですけど、ただ最近ちょっと使いすぎて、魔力の産物を使いすぎたんで、産物補給のためにもね、これ産物補給相当できると思うんで、まあ、神話も食わしちゃおうかなって、新リベルトとかはま、売れればいいかなぐらいな感じ考えてるんですけど、うん。まあ、売ることを考えたら、今武器で回してますけど、鎧とか、まあそういった部位の方がもしかしたら売れやすいのかもですね。取引所ってことを考えると。
まあ、その辺を考えてみてもいいかもしれない。でも効率的に闇精霊効率とかそういうところで考えるとなんか武器の方がいいとかっていう風に言われてるんで、まあ、そこも考える必要あるかなっていうね感じですね。まあ、どうなんやろな。まあ、もうちょいねちょっと見ていきたいと思います。まだ140万もあるんで深淵があるのかどうか、まあ、出るのかどうかちょっと見たいなと思います。深淵出たらこれ一気にまた次元の水晶また一つ作れちゃいますからね。また一つっていうかまだ作れてないけど、うん、作れちゃいますからね。頑張って分回していきます。とりあえず150万枚近く回してちょっと止まっちゃったんで、お、え、ペット出てる、すげえ、ペット出てる、え、マジでペット出てんの、やば、そんな出ます、ペットってそんな出ます、え、あ、伝説8個同時に出んの、やば、そんなことあるそんなことある、すごいな、ペット出ましたね。あとはこの辺だ、これか、リベルト系はさすがにちょっと売るのもったいないんでこの辺は貯めといて、あ、ニスロのやつか、ニスロのやつもちょっと売るのももったいないですね。なんかちょっとね、そうですよね、バレスとか、あ、でもバカほどニスロ出てんな。まあまあこの辺はニスロは売らないようにしてこんな感じでロックかけて、で闇精霊に食わしちゃうと、オッケーオッケーオッケー、はいはい、あ、はい、これで OK ですね。はい。はい、OK。これで OK ですね。で、こんな感じになってると。いうところなんですけども、まだまだ持ってるな。なんで？なんでこんなに荷物、あ、これだ。なんでこんなに重量重いのって思ったんで、これだ。これですね、やっぱり。引き続き、じゃあちょっとこの続きをね、分回していきたいと思います。240万とかじゃ出ないのかな？わかんないけど、まぁ、ちょっと頑張ってみたいと思います。残り10万枚となりました。切りましたね、今。獲得アイテムちょっと見たいと思うんですけども、まあ、こんなような感じ。そうですね。シャカトゥー支援品はちょっとなんか個人的に微妙かなって思うんですけども、それ以外の追加の獲得できるやつはかなりいいなっていう風に思いますね。今現状持ってるのは。まあ、あとは、深淵が出ない。深淵が出ない。ただね、ツイッター見てるとね、深淵出てる人もいるんで、まあ出るんかなって思いつつ、残りの、まあ、10万になったタイミングのところは、まあ、ずっと常にね、見ていこうかなっていうふうに思ってるんですけど、まあでも、神話とかの出方は、まあ、もちろんすごいし、あと、早いですね。速さがやっぱいい。これ、今まで、この枚数を回したってなると、本当に4時間とか、5時間、でも本当4時間ぐらいかかってたんですよ。昔は。でも、もう今は本当にもう、ものの、もう1時間切る感じ。もう30分ぐらいか。おそらく3、40分ぐらいだと思うんですけど、それでもう全部回しきれちゃうって、とんでもない、とんでもない、とんでもないです、本当に。超楽。もう、回すタイミングではあるのかなっていう気はしますね。もう、楽っていうところにおいて。うん。はい。で、残り7000、6、5000。あ、終われー。終わってしまう。終わってしまう。がー、ありがとうございます。じゃあ、早速、じゃあ結果見ていきましょうか。まあ、またニスロとかどうせ多いんで整理します。はい。整理して残ったのがこちら。まあ、ニスロが、めちゃめちゃいっぱいあって、数えるのめんどくさいんですけど、1、2、3、4、5、5か。5の27個。ニスロが27個で、極リベルトが1個。そして、新リベルトが1本。って感じか。で、あとは、こっちですよね。これが192個。おー、結構あるね。これ開けてみます？箱開けてみましょうか。箱がまず64個出たんですけども、彫像に直すと480になりましたね。これちょっと売ってみましょうか。じゃあちょっと売ってみたいと思います。わかりやすいようにちょっとゼロに今しました。で、売却して、これも出たんでね。黄金王冠も出たんで、これも売却で。はい。2億だ。おー、結構入るね。で、また何気にね、ペットとかもまあ出てるんで、配列いいね。配列かなりいい気がしますね、本当に。あと最後、闇精霊ですよね。おそらくここ気になって人多いと思うんですけど、僕が今、248万枚消費したんですけども、185レベルの 12% から、186レベルの 54% になったっていうね。そう、ここちょっと大事かなと思ったので、最後補足程度にちょっとさせてください。画像とかもちょっと載せてあると思います。てな感じで、深淵は出なかったんですけども、幸運の配列も結構いいし、時短にもなるし、ということで、割といいんじゃないかなと思います。
皆さんもぜひこの機会に回してみてはいかがでしょうか。ということで動画の内容は終了。ここからは毎日少し強くなるキルフェン毎日ラジオ、イエーイ。ということで今回はこちら、気象突破 10% で突破しちゃおうぜチャレンジとなります。皆さん準備の方よろしくお願いします。ということで 10% 突破やっちゃいませんか。これね、1回ぐらいだったでしょ、1回だったでしょ、1回だったでしょ、1回だったでしょ、やりましょう。やりましょう。一回だっていいっしょ。やりましょう。まだね。今、こういう低い段階のところの 10% ってダメージ少ないから。逆にね。逆に。低い時にやるべき。低い時にやるべきだよね、こういうのは。そう。低い時にやるべき。そう。だからやろう。やろう。やろう。皆さん準備、よろしくお願いします。まあ、持ってない人は、まあ、でも 10% は持ってるよ、みんな。ぶっちゃけ。持ってるでしょ。だから倉庫から出してもらって、でそれでピッピッピッって、今ピッ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 ってやってるとこだと思うんですけども、ピッ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 ってやってもらって 10% をぴったりにしてください。よろしくお願いします。でもそろそろできたと思うんで、皆さん準備、よろしいでしょうか。大丈夫ですか？早速ね、やっていきたいと思います。俺は成功させます。いきます。突破を試みる。3、2、1、確認！ぬーん！でっかー！ということで終わらせていただきます。この動画がいいなと思った方は高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。毎日夜9時から12時、YouTube ライブの方で配信しておりますので遊びに来てください。配信の方では質問を受け付けております。お気軽にご質問ください。よろしくお願いします。動画投稿の時間は夜20時を目安に投稿しております。ぜひチェックの方よろしくお願いします。そして、火曜日はお休みをいただいております。メンテナンス日と被った場合は水曜日が休みとなりますので、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。